俺と智代が付き合い始めて1ヶ月、これといったきっかけがあったわけではない。遅刻して、授業をサボって、街をぶらつく。そんな毎日の中、智代と知り合い、いつの間にか親しくなり、気がついたら恋人同士になっていた。智代、これからも私のそばにいてくれるか？そうだな。あんた分かってるのか？自分がどういう人間と付き合ってるのか。